本日の企画なんですけども、アリペイの1日に密着ということで、今から楽器の選定に行く予定なんですけども、その生徒さんが選定の様子動画にしてもらっても大丈夫ですよっていう風に言ってくださったので、本当に私周りの人に恵まれております。生徒さんにも動画をね協力してもらえるという幸せ者なんですけども、普段のそのまあ楽器の演奏をトランペット奏者としてやらせていただいているので、楽器の演奏とかを皆さんにお届けできれば一番いいと思うんですけど、演奏会とかはオフィシャルじゃない演奏会とか、やっぱそのリハーサルの様子とかゲネの様子はやっぱ許可がいったりするので、なかなか難しいものがありまして、本日の私の1日の行動は午前中楽器の選定で、午後からはコラボの撮影を予定しておりまして、で夜はまた別の生徒さんのレッスンの予定です。今日1日は割と撮影ができる1日だったので、1日に密着していこうと思います。今から楽器の選定に行くんですけども、今4月、どうでしょう、4月といえばやっぱり入学式とかで新しく、まあ、高校生に入ったり、まあ、学年が上がったりして楽器を購入を考えてるというお子さんはもちろん、保護者の方にぜひこの動画を見ていただきたいです。あの楽器って言ってもトランペット安い方なんですけど、安くないんで、頑張ってる学校とかだったら普通にプロが使ってるピン板と同じものを買ったりすると思うんですよ。そういうものを買っといて損はないというか、まあ、早めに買えば買うほど日割り計算していくと安いので、まあ、月割りだとしても5円使えば、まあ、30万とかの楽器だったら月単位で5、6000円じゃないですかくらいになるって考えると、そんなに高い買い物ではないのかなって思いますけども、にしても30万円って高いんで、今の楽器30万円で買えるのかちょっと今日見てみないと分かんないですけど、そうなってくるとどうせ買うならいいものを買いたいと思うと思いますので、選定ってどんなのって思ってる保護者の皆さん、一般バンドの皆さん、これを機会にぜひ選定を皆さんそれぞれ、先生でもいいですし楽器屋さんにお願いしたら多分誰かしら選定してもらえると思うので、ご検討いただければと思います。それではじゃあ楽器屋さんまで。今回は名古屋にあるドルチェ楽器さんで選定させていただきました。急遽でしたが撮影許可をいただき、選定の様子も撮影することができました。ドルチェ楽器さんは常時たくさんの楽器が置いてあるので、近場の方はぜひ足を運んでみてください。今回購入の予定なのがバックの 180ML37SP なんですけど、今お値段が小売希望価格39万3800円となっております。で同じメーカー同じ品番でリーベルが同じく税込み43万8900円となっております。はい、ありがとうございます、はい、今回なんと1、2、3、4、5、もう1個6本用意してもらってます。じゃあその中から1本ずつ吹いていきたいと思います。アリペイの楽屋。感染対策のため、私が選定した後はアルコール消毒をした後、生徒さんにも試奏していただきました。選定を自分の先生にしてもらうメリットの一つは、自分の癖などを知ってもらえているというところだと思います。あ、比較した方が分かりやすいので、楽器を選びに行くときは自分の普段使っている楽器とマウスピースは忘れずに持っていきましょう。今回6本も用意してくださってありがとうございます。今回鳥塚さんが担当してくださったので、もしよかったら皆さん鳥塚さんに、ぜひぜひお待ちしております。はい、はい、楽器
器の選定終わりました。ドルチェ楽器さんにご協力いただきまして、6本も今回ヴィンセントバッグの 180ml を用意してもらい、その6本の中から生徒さんに合う最強の1本を選ぶことができました。なんとなく音を聞いていただいたと思いますが、それぞれの楽器の音色をちょっとずつカットで入れてると思うんですけど、どうですか、違いなんとなく分かりますか？どの楽器がどう吹きやすいかとかそういう話ではなくって、この楽器がいい悪いっていう話でももちろんなくって、ムラがあるねっていう話でももちろんなくって、どの楽器が誰に合うかは分かんないので、ムラを多分作ってるんですよね。だから私にとって、今回の方にとって合わない楽器も違う人が吹けば合う楽器になるんで、全員にこう平等に合う楽器ではなくって、ピタッと合う楽器を作ってるのがバックになるんじゃないかなと私は思います。個体差ってものはどうしてもあるので、その中で選定していただくっていうのはすごく大事なことなので、ぜひ中高生並びに一般で楽器をされてる皆様は、どうせ楽器買うんだったら自分にあこれが一番合ってるって自信を持って買える楽器を購入してみるのはいかがでしょうか。その他にも愛知県にはいろんな楽器屋さんがたくさんありまして、上村楽器さんとバルドン楽器さん、そこが王道というかになりますね。ご検討の皆さん、まあよかったらといろんな楽器を見て、いろんな楽器を吹いてみることがすごく大事だと思います。それではじゃあ次の予定に向かいたいと思います。今から撮影なんですけども、大学の後輩のりょこたんです。じゃあくずしまです。芸名で呼んでください。りょこさん、くずしまさんです。もう実はセッティングしてあって、コラボ撮影していきたいと思います。アリペイの楽屋、お疲れ様です。今帰宅中の車の中なんですけども、本日の業務すべて終了しました。今時間は9時11分です。真っ黒の中、なんかもうお化けみたいな感じに映ってますけど、私の一日はこんな感じで今日は終わります。撮影終わってレッスンに行くときにあんまりちょっと時間がなかったので、その間の動画を撮ることができなかったんですけども、こんな感じですね。今日一日楽器の選定から撮影から、こういう日もあったり、午後からリハーサルをして夜レッスン入ったり午前中レッスン入ったり、その日一日終わりっていうこともありますし、本当に朝9時に行って夕方5時に終わるっていう感じではなくって、私たちフリーランスの音楽家は、まあ、フリーランスの音楽家じゃなくても音楽家の方々たちは自分でスケジュール立てて、どれぐらい練習するかとかも自分で決めて毎日やっております。本当に雨降ったりしてもう疲れました。撮影もすごい盛り上がって、動画が盛り上がったらまたコラボしましょうっていう話にもなってるので、皆さんぜひくずしまクラリネットさんとのコラボ動画も見ていただけたら嬉しいです。くずしまクラリネットさんの方にも行ってね、チャンネル登録ぜひしてください。それではここら辺で今日の動画を終わりたいと思います。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。車の中でこういう風に撮影するのって結構恥ずかしいんですね。対向車にめちゃめちゃ見られるっていう。はい、それではこの動画が良かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter の方も私やっておりますので、質問なども受け付けております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。アリペイの楽屋。